演舞開演。どうも、本日はファミリーマートの焦がし醤油風の和風サラダチキンを食べたいと思います。はあ、たくさんのりサラダ、和紙醤油、どんな味なんだろう。なんか香ばしいイメージはありますよね。では中身を拝見。なんか照り焼きみたいな感じですかね、これ。見た目はどんなんだろう。ではいただきます。やっぱり食べた感じは照り焼きなんですけど、ちょっと甘さがない。照り焼きのタレから砂糖を抜いたような、そんな感じの味でしたね。香ばしさもちょっとあって美味しかったんですが、やはりもうちょっと中の方に、お肉の中の方に味はシンクロしてほしかったので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分変ね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。